僕はこの春、徳島県の観光政策課に配属された新規採用職員です。今日の朝はこれ、徳島名物フィッシュカツ。ピリ辛カレー味にすだちを絞って、うまっ。観光政策課では徳島を PR するため毎日奮闘中です。あ、そうだ、今日のお昼はあのお店。徳島ラーメン、もちろんライスもつけて。うまっ。ここで生卵。黄身が絡んで最高。ふう、ごちそうさまでした。さっきラーメン食べたけど、食後のおやつになるときんとき、この色、甘くてうまい。今日の夕食はあれにしよう。徳島の隠れた名物ハモ。うまっ。この食感がたまらない。徳島初めてなんですか？そうなんですよ。ちなみに何か美味しいものってあります？徳島のおすすめならたくさんありますよ。飴天玉、半田そうめん、阿波踊り、他にもたくさんありますけどね。よかったら今から一緒に食べに行きませんか？徳島にはまだまだ美味しいものがたくさん。皆さん、ぜひ遊びに来てください。